これ一体どんな風に絡まってんだ、どうやって止まってんだってなると思うんですけど、こんな風にやってます。チェキチェキこんにちは、表参道ヘアアーティスト、あやまるです。今回はヘアアクセサリー別のおすすめのヘアアレンジを紹介していきたいと思います。じゃん、大量。こんな感じで、これ全部ヘアアクセなんですけど、ヘアアクセサリーって可愛いものが多いですよね。お出かけしてる時とか、アクセサリーのお店があるとついつい入っちゃって、もともとアクセ今日買おうって思ってないのに買っちゃうってことありませんか？ちなみに私はめちゃくちゃあります。そんなヘアアクセサリーですが、買ったはいいけどいまいち使い方わかんないなとか、この使い方合ってるのかなってことありませんか？というわけで今回はあやまる的おすすめの使い方をヘアアクセサリー別に紹介していきたいと思います。この使い方が絶対いい、もうこれやってっていうわけではないので、そういう使い方もあるんだ、あ、そうやって使うんだ、ふーんっていう感じで、もうそれぐらいの気持ちで見ていただけると嬉しいです。まずはポニーフック、そしてこちらの黄緑のマジェステ、あとはカチューシャ、紐からのバレッタ、こういうタイプ、スパカーンって開くやつ、そしてクリップです。今日はこの6つアクセサリー別にヘアアレンジ紹介していきたいと思います。まずは1つ目、ポニーフックから。もうね、これは王道シンプル、まずはもうシンプルなものからお伝えしていきたいと思います。まずは横の髪の毛を耳後ろで前と後ろに分けます。ざっくりでいいです、もう本当に適当、横と後ろに分かれてれば OK です。そしたらまずこの横の髪の毛を後ろに向かって軽くねじりながら、こんな風にこの2つの毛束を埋めていきます。はい、こんな感じです。そしたら次は降りている髪の毛を全部一緒に一つにまとめてローポニーを作ります。はい、こんな感じですね。そうするとこのね、ゴムの部分が今しっかり見えちゃってると思います。そこにこのフックを差し込みます。この飾りがついている裏面にこう差し込む部分があるんですけど、ちょっとこれだと全部が細いデザインになってるので分かりづらいんですけど、分かりやすいので言うと、これもポニーフックでこの中にこう差し込むところがあるんですね。この棒を刺すって感じ。まずこれからやってみましょうか。ゴムのとこにフックを差し込むとこんな感じです。これでね、あとは表面の部分軽くほぐします。はい、そうするとこんな感じです。どうですか、一気に華やかさが増しましたね。ヘアゴムの飾りとは違って表面にちょこんと乗るヘアアクセになるので、すごくおしゃれですよね。ではちょっとこちらも使ってみましょうか。ちょっと長めのまた個性的なポニーフックですね。引っかかるように、はい、こんな感じです。これはすごいおしゃれなポニーフックですよね。もうこれくらいしっかりとした存在感が出るポニーフックだったら、もう何にも気にせずただ一つに結んで縛ってつけるだけでも全然いいんじゃないかなと思います。このポニーフックにもシンプルなものからちょっとね、しっかりデザインがあるものあると思うので、好みで使い分けてみてください。そしたら続いては、じゃん、マジェステです。これね、一体どうやって使うのって思いますよね。これはですね、こう髪の毛に沿わして、このかんざしでこう縫うような感じで髪の毛を引っ掛けて、この状態で留める感じになります。これもね、すごくおしゃれなのでやっていきましょう。まずは髪の毛を後ろで一つにまとめます。だいたい耳たぶぐらいの位置でゴムで髪の毛を結びます。そうしたらくるりんぱをしていくんですが、くるりんぱをするときは右上から左下、斜め下に向かって穴を開けます。そのまま毛先を右から左にくるりんぱ、毛先を下に戻して、戻した状態でギューッと締める。そうするとくるりんぱがパッカーンって割れずに綺麗に馴染んでくれます。真ん中でね、しっかり穴開けてくるりんぱすると、この地肌が見えてしまったりとか、くるりんぱがパカって割れて見えてしまうことがあるので、くるりんぱをするときは右上から左斜め下に向かって斜めにくるりんぱをするといいかなと思います。はい、これでまず軽くほぐします。まずはくるりんぱの部分、だいたい1箇所、2箇所、3箇所、反対も1箇所、2箇所、3箇所、あとは表面の部分ですね。真ん中ほぐして、だいたい左右で同じようにほぐしを加えます。ここまでできたらこのマジェステ使っていきます。まずはこの丸くなっている輪っかの方ですね。この輪っかのところをゴムのところじゃなくて、すぐ上のくるりんぱのところに当てていきます。ちょうどこの丸い部分の下の部分がゴムに当たって隠れるような感じですね。そうしたらあとはこのかんざし部分をまず表面から刺して、波縫いをするように毛先を反対側に表面に出てくるように差し込みます。はい、こんな感じです。かんざしがくぐって出てくるようなイメージですね。このマジェステがあるだけですごい一気に
おしゃれ感増しませんか？きっとマジェステ買ってみたはいいものの、いまいち使い方が分かんなくて眠っちゃってる方もいるんじゃないかなと思います。ぜひ今日のやり方参考にしてやってみてください。はい、では次はカチューシャです。カチューシャもね、こうただつけるだけじゃもったいないということで、カチューシャの時のアレンジ紹介していきます。まずは髪の毛を耳の真ん中ぐらいで前後に分けます。あんまりここは多くなくていいです。本当に耳の真ん中ぐらいのところから前に持ってくる感じ、ちょっと少なめですね。そうしたら一旦この後ろの髪の毛邪魔になるので仮で留めておきます。こんな感じですね。そしたらまず左側から顔周りの残したい部分は置いといて、私はもうこのもみあげのとこも残しちゃうのでこのぐらい置いておきます。で、それ以外の髪の毛を耳後ろで一回結んでください。はい、こんな感じ。そしたら真ん中に穴を開けて、毛先を外側から内側に入れ込むように、上から下に向かってくるりんぱをします。で、耳後ろで沿うように軽く締めます。あんまりギューってやりすぎない。こんな感じです。まだちょっとここに真ん中空洞ありますよぐらいの緩さで留めておきます。はい、そしたら反対も一緒。まずは顔周りの残したい部分の髪の毛は置いといて、それ以外の髪の毛は耳後ろでゴムで留めます。はい、こんな感じ。そしたらここも一緒。真ん中に穴を開けて、毛先を上から下に向かってくるりんぱ。耳後ろで軽く締めます。そうしたら、はい、カチューシャ用意してください。カチューシャをこのくるりんぱの穴の中に入れちゃいます。こっちも一緒。両方ともくるりんぱの中に入ってしっかり止まっております。この状態で最後仕上げにもう一回ギューッと締めます。もうこのくるりんぱでしっかりカチューシャを止めちゃう感じですね。あとはこのくるりんぱの部分軽くほぐします。もう軽くでいいです。軽くほぐしてちょっと横にボリュームを出してあげます。ちょっとでいいですからね。あんまりやりすぎちゃうと横にすごいブワーンになっちゃうので、軽くほぐしてゆとりを出してあげます。あとは後ろの仮止めを外したら完成。どうですか？さっきただつけただけのカチューシャと違って、顔周りにちゃんとゆとりもあって、どうしてもカチューシャってしっかりつけると顔ってなりがちじゃないですか。フェイスラインしっかり出てもうピシって横も止まっちゃってるって結構あるあるだと思うんですけど、このやり方だったらこの顔周りにねゆとりがしっかりあって小顔効果にもなるので、ぜひカチューシャつけるときやってみてください。はい、続いては紐、これを使ってアレンジやっていきます。最近流行っている韓国風お団子、こうポコポコってなった8の字っぽいお団子にこのアクセサリーを使っていきたいと思います。まずは髪の毛を後ろで一つにまとめます。結ぶ位置はだいたい耳の高さと同じでいいかなと思います。この韓国風お団子はちょっと緩めのスタイルになるので、顔周りもちょっと多めに出してルーズさを出していきたいと思います。はい、おくり毛を出せたらまずは髪の毛を一周、二周のところで結びきらないお団子ですと、もうあと一周いけるぞぐらいゴム余らせといてください。この状態で余らせといたゴムくるっと回転させて、最後の一周毛先を入れ込んで途中でストップ。はい、であとは表面の部分を軽くほぐします。お団子に対して扇状になるように指2本分の間隔でほぐしを加えます。この感じで土台は完成です。ポコポコと8の字の8の形のまとめ髪になりました。そしたら紐を準備するんですけど、私の場合はめちゃくちゃ紐が長いのでだいたいこれぐらいの長さがあれば十分かなと思います。はい、そしたらお団子の下に紐をくぐらせて、まずは真ん中を探してちょうどいいところでストップします。で、この状態でこの8の真ん中の部分ですね、8の字になっている真ん中の部分でまずは1回結びます。こんな感じですね。そしたらまた1回転ぐるーっと交差させて、蝶々結びができるかなーっていうところまで結んだら、最後もう1回片結びをしてしっかり留めて蝶々結びをしていきます。はい、こんな感じです。じゃーん。どうですか？これもすごいおしゃれじゃないですか？こう紐があるだけで一気に、なんかちょっとくしゃってなってても逆にそれがおしゃれに見えちゃうなんてこともあるので、アレンジがちょっと苦手っていう方ほど、この紐のね、アクセサリーつけるとくしゃってなってるのが味になったりもするんじゃないかなと思います。すごくおしゃれ女子におすすめのヘアアクセになりますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、では続いてはバレッタです。こっちタイプのやつです。今回はバレッタを使ったハーフアップを作っていきたいと思います。まずは髪の毛を耳後ろで前と後ろに髪の毛を分け取ります。
そうしたらまずは左側を3つの毛束に分けて三つ編みを作っていきます。左の毛束を真ん中に、右を真ん中、左を真ん中、右を真ん中で、三つ編みを作るときは真横に作っていくんじゃなくて、やや斜め後ろ、ハーフアップで持っていきたい位置ですね。後ろに向かって三つ編みを進めていくと変に横がボヨボヨにならないかなと思います。左を真ん中、右を真ん中、左を真ん中、右を真ん中、左を真ん中、右を真ん中。大体ハーフアップにしたときに真ん中ちょっと超えるとこまで三つ編みが来たらゴムで止めていきます。そうしたら三つ編みを軽くほぐします。横に平べったく大きくなるようにほぐしてあげるとハーフアップにした時も存在感が出て可愛いかなと思います。はい、こんな感じ。次反対ですね。右も一緒です。毛束を3つに分けたらハーフアップの位置、やや後ろに向かって三つ編みを作っていきます。左を真ん中、右を真ん中、左を真ん中、右を真ん中、ハーフアップの位置に持ってきた時に半分ちょい超えたところまで行っていれば OK。 ゴムで留めていきます。こちらも軽く三つ編みの幅が大きくなるように、平べったくなるようにほぐしを加えます。はい、こんな感じで両方完成しました。あとはこの髪の毛を後ろに持っていって、ちょうど2つの髪の毛が重なるところにバレッタを挟んで留めていきます。はい、こんな感じです。この見えちゃってるゴムはもう外しちゃいましょう。その方が毛先もバラバラになって、ハーフアップがより馴染んでくれます。束ねているよりもバラバラになっている方が全体に馴染みやすいかなと思います。はい、こんな感じです。前から見るとこんな感じです。なんかすごい清楚な感じしますね。ハーフアップはすごく女性らしい髪型ですね。でもなんかすごいピシッとやってる感なく、バレッタで留めているだけなので、すごいゆるっとしたハーフアップになりますね。ゴムでギュって結んでもないので、顔がこうビーって引きつられることもないかなと思います。このね、パカンってやる方のタイプのバレッタ、ピンのクリップタイプのバレッタとは違って、なかなかねこれどうやって使ったらいいか分かんないってことあるあるだと思うんですけど、こういう風に使ってもらえたら大活躍するんじゃないかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、では最後はクリップでーす。クリップもね、なんだかんだいつも同じ留め方しちゃいがちじゃないですか。このクリップも結構ね、いろんなパターンの使い方があります。では早速紹介していきます。まずは髪の毛を後ろで一つにまとめていきます。そうしたら根元の方を片手で持ちながら、もう片方の手でしっかり毛先をねじります。もうこれ以上ねじれないっていうところまでしっかりねじってください。そうしたらこの状態で髪の毛を上にまっすぐ持ち上げます。で、この状態で根元の部分ですね、この下の方にまずクリップをガシッと止めてください。そしたらこのままねじった毛先をこの持ち手の部分に引っ掛けてお団子を作っていきます。はい、これで最後毛先が余ったら、毛先右側にあるのでパカパカの右側だけ開けて、この中にしまい込んでクリップで止めます。じゃん、どうでしょうか。なんか全然違う感じに見えませんか。普通にクリップで留めるよりもクリップの表面に毛先が巻かれているので、これ一体どんな風に絡まってんだ、どうやって止まってんだってなると思うんですけど、こんな風にやってます。この状態でも可愛いですが、最後軽く表面の部分をほぐしていきます。そうするとより動きが出て可愛いかなと思います。クリップって意外とクリップっていう存在感が出がちなんですけど、このやり方だったら髪の毛の中にしっかり絡んで、クリップの存在がちょっと減っているので、またちょっと違ったスタイルで可愛いんじゃないかなと思います。ちょっと緩そうなスタイルに見えますが、意外とというかもう結構しっかり止まってます。これだったら本当に30秒ぐらいあればできるし、なんかちょっと忙しい時にパパッとまとめるっていう時とかも使えると思うので、出先とかでねちょっと忙しくなってきた時にパパッてこのアレンジができるとすごいかっこいいんじゃないかなって思います。ぜひこちらも参考にしてみてください。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。今回はヘアアクセサリー別の使い方、ヘアアレンジを紹介していきました。普段のヘアアレンジにちょこんってアクセがねプラスになってるだけですごく華やかにおしゃれに見えますよね。これから暑くなってきてヘアアレンジすることも多くなってくると思うので、よかったら参考にしていただけたらなと思います。ただ今回紹介したやり方は絶対にこれっていうものではなくて、あやまる的に可愛いって思ったやり方、使い方をしているので、もし逆にこのアクセはこういう風に使うと可愛いよっていうのがあれば、コメントでどんどん教えてください。私も参考にさせていただきます。
サミニーとは現役の表参道美容師であり毛髪診断士でもあるあやまるが開発プロデュースを手掛けるヘアケアブランドです。発売時は Amazon ビューティーカテゴリー9冠達成、また楽天市場では発売開始早々に総合ランキング1位を獲得するなど今注目されているヘアケアブランドです。一番の特徴は150万人を超えるフォロワーを持つ SNS を活用している点です。 SNS を活用することで広告費を削減し、削減分を原料に充てることでサロン専売クオリティを手頃に使い続けやすく提供する新常識を作り出すヘアケアブランドです。髪を通して日本中の女性を輝かせるというコンセプトのもと、皆様の髪にいいものを提供し続けることをお約束します。もっと知りたいという方は概要欄もしくは Amazon 楽天市場にて髪にいいで検索してください。また私の公式 LINE のお友達追加もお願いします。追加特典として期間限定で5つの限定動画と私が出版した書籍の一部を無料プレゼントしています。お友達追加方法は概要欄のリンクからか、もしくは固定コメントのリンクから追加することができます。この機会にぜひ LINE のお友達追加お願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。